皆さん、こんばんは。今日は難しい上司の間に難しい上司が入ってくれて、なんとか逃げ切ることができました。今日一日は楽だったので良かったです。本当に皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。難しい上司が入ったり、難しい上司に挟まれて、それで私は逃げることができました。おかげで間に入った難しい上司の話を難しい上司が永遠に語り、楽だったので、今日はこの甲子園の裏口の鳴尾浜に向かってますけど、ところを散歩してなんとかダイエットしてます。本当にこれができないんですよね。皆さん助けてください。本当に本当に助けてください。皆さんの再生回数だけが頼りなんです。本当です。お願いします。今日は本当に助かりました。ありがとうございました。感謝しかありません。ありがとうございました。